ビテプスク広告は12世紀初頭にポロツク広告から分離した分量広告である。14世紀にはリトアニア大広告の分量広告となった。広告はゲンベラルーシビーツプスク州に位置し、首都はビテプスクにあった。p v m i s DLOKGSKI TN ポロックとその分量広告 P、ポロツク広告 V、ビテプスク広告 L、ルコウムリ広告 D、 ドルツク広告 O、ロゴジュスク広告 M、ミンスク公国 i ズ、イジャスラブリ広告 G、ゲルチケ広告 K、クケノス広告周辺の主な広告 S、スモレンスク広告 KI、キエフ広告 N、ノブゴロド広告 T、トゥーロフ広告1101年、ボロック公フセスラフが死亡した後、7人の息子たちは、フセスラフの医療を分割相続したため、ビテプスクを首都とする。 ビテプスク公国が形成された。初代のビテプスク公は、フセスラフのこのうちの一人であるスビアトスラフだった。その後、1129年にポロックの地は、キエフ大公ムスチスラフ一世移軍に蹂躙され、スビアトスラフは、囚われて、ビサンツ帝国へ送られた。以降のスビアトスラフの消息は不明であるが、スビアトスラフのこのバシリコは、追放の後帰還し、一時、 ビテプスク公についていたと推測されている。またバシーコは、1132年から1144年までの間ポロック公の座にあった。ただし、1139年に追放されていた、公たちが帰国したため、ビテプスククゲのバシーコの子孫らと、ミンスククゲドルツククゲとポロック公の座をめぐる闘争が始まることになる。この闘争の過程において、 ビテプスク公国からは4人のポロック公を排出した。またこの時期には、ビテプスク公国は、リガやドイツのいくつかの都市との間に、活発な公益活動を行った。1165年から1167年の間、ルーシの内乱によって徐々に国力を落としつつあった、ビテプスク公国は、スモレンスク公国の影響下にあった。この期間は、スモレンスク公のダビドが、 公けくらいにあった。ただしこの従属関係は短期に終わり、再びビテプスク区下のブリャチスラフが公けくらいについた。13世紀の半ばにビテプスク公国領はリトアニア大公国の支配権に入った。1232年にブリャチスラフがポロック公となったが、その死後、ポロック公にはリトアニアミンダウガス家のタウトビラスがついた。またビテプスク公には タウトビラスのこのコンスタンティンがついた。ビテプスク公国の最後の公は、ヤロスラフ・バシリエビチという人物であり、ヤロスラフの娘のマリアは、リトアニア大公アルギルダスの妻となっていた。ヤロスラフは1320年に死亡するが、男子の相続人がいなかったため、アルギルダスの領土となった。すなわち、ビテプスク公国はリトアニア大公国に組み込まれ、その独立性を失った。 ありがとうございます。